アレクサンドル・イズライレ・ビチルディンは、ロシアのクラシック音楽のチェロ奏者であり、指揮者。1960年モスクワ生まれ。グネーシン音楽大学で、ピアノとチェロを学び、後に、モスクワ音楽院で、ドミトリー・キタエンコに指示。多くの国際コンクールで受賞し、ソロチェロ奏者として、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン公共楽団、 DR 放送公共楽団などのオーケストラと共演してきた。正統派の演奏法に関心を持ったため、チェロ及びビオラダガンバで古学やバロック音楽を歴史的に正しい手法で演奏するようになった。指揮者としては学生オーケストラと共演し、1988年からはムジカビーバの指揮者になっている。モスクワ音楽院の室内学の教授であり、世界各地で 上級特別クラスを教えている。さらに、トルコのイズミルにある、ヤシャル大学で教え、同大学の音楽監督に就任している。ハイペリオンレコード、フーガ・リベラ、および、ナクソスの各レーベルから多くの CD をリリースしており、バッハ、グリーグ、プロコフィエフ、リヒャルト・シトラウスなどの作品がある。ありがとうございます。